わーわーもありがとう。皆さんおはようございます。もうめっちゃむくんでます。本当に顔がむくみすぎて目が開きません。まだありがとう。かわいい、ありがとう。結婚してもありがとうございます。はよん。イオンモール幕張新都心で待ってる人がすでに200人以上いるよ。嘘、ちょっと焦ってきたわ。みんなもう並んでるの？待って、何時か？10時だよね。どこから配信？私前乗りしてるんで、ホテルいるんですよ。関東の方にいますよ。はい、実は ちょっと焦ってきましたね。手紙もありがとう。今並んでるよって。暑くない？大丈夫ですか？あと4時間だよ。やめてよ、そんなこと言うの。私間に合うのそれ？なんかちょっと一瞬で目が覚めた。間に合う？間に合うよね。なんか怖くなってきたわ。大丈夫？うん。ありがとうございます。準備1時間じゃないですね。だいたい準備何時間かかるかな。2時間は絶対入っかかる。なんか急にあれ、なんか何ですか、緊張が、胸がこな、うん。まだコンタクト入れてない。ありがとうございます。目が悪くて見えてません。なんか動揺じゃないけどさ、なんかすごい、なんか大丈夫かなみたいな、ちょっと不安な気持ちになってきた。どうもありがとうございます。何時寝たか、いや遅かったね。なんかね、眠れなくって、ずっと。そんなにめっちゃ早いわけじゃない。二度寝しないよ。オリンピック見ちゃった。いや、オリンピックはつけてたけど、コンタクト外してたから、あんまりなんか雰囲気だけ楽しんでた。
アイドルズの CM 見れた？いや、私アイドルズの CM ね、見れなかったんですよ。なんでかっていうと、なんかそのやってた番組見てたんですよ。こうショールーム終わった後にこうガンガン音出して見てたんですよ。そしたらなんか結構なんか無音で見てた時は何も思わなかったんですけど、怖すぎてなんか急にジャンとかって音が鳴って人がいるみたいな、そんなシーンがいっぱいあったんですよ。でなんか怖っこの番組って思ってなんかちょっと音をね下げたんですよ私。で音下げて、でなんかいろいろパッキングとかしてたんですよ、こう準備で。あれまだかな、まだかなと思ってね、何回かこうチラチラ見に来たんですけど、なんか全然流れないなと思ったら急にもう流れてたみたいで、終わっててあれと思って、え、怖かった。あのドラマなんかあのホラー映画とかでさ、急にさ脅かすタイプあるじゃん、なんかあの人が立ってて、であの怖い音ってあるじゃん、なんかジャンみたいな、あの効果音みたいな、あれあれとか入ってて、なんかあの全然この話の内容知らないのになんか急に脅かされて、なんかちょっとあーんって思ったんですよ。で怖っ、何これと思って音下げて全部無音にしてたら見逃したもうてんやわんやですよ、もう本当に。もうえ流れたと思って、 そしたら流れてたみたいな。内容も怖いお話だった。なんか女の人がなんかすごいジャンってすごい出てくる、なんかちょっとシリアスな空気のえ怖かったあれ。ちょっと私のこの枕がぐしゃぐしゃな感じよいしょ、直しとこう。じゃあの、ありがとうございます。アイドルズのドラマも見てください。私もちょっとなんだかんだ気になって見たんですよ。あのまあみんなそれぞれなんかしらなんかあるということで第1話は、まあ、キラちゃんが結構なんかしらありました。でもなんかさアイドルズってさ、なんかまああの今回はあれですね、くるみちゃんは違うんですけど、私たちは自分たちの名前で役をやってるので、中村舞っていう役を中村舞がやるみたいな。だからなんかどこがなんか嘘でどこが現実なのかよくわからんみたいな、なんかあのホラーじゃないんだけど、えホラーじゃないよねあのジャンルは。そう STU の中村も、そうでも役柄的には千穂ちゃんとは不仲なんですよ。マイキュー間に合うのって、ちょっと間に合うのって言わないでよ、ちょっと焦ってくるから間に合うかな、ちょっと頑張って駆けつけるわ、後で行くよ。実際はその仲いいよ、千穂ちゃんとの距離感が気になって、なんか絶妙だよね。本当にありがとう。
列がえらいことになってる。嘘、じゃあ今その列で私の配信を見てる人どんぐらいいるかな。そんなにいない。私の配信見てる人今手を挙げてみてください。そしたら列のみんながこうはい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 って手挙げることないかな。あ、はい、あ、コメント欄でね。見てない人からじゃない。あ、ちょっとその配信を見てる人はキョロキョロしてみてください。あ、ちょっと目が合ったらその人も配信を見てるってことで。ちょっとキョロキョロしてみてください。列で音出して見てる。え、ちょっとそれは恥ずかしいんでやめてください。あの無音とかにしてくか、あの、あれしてください、イヤホン。目が合いました。あ、恥ずかしい。小声で喋ろうかな。みんなキョロキョロしてるって。かわいい。本当に嬉しい。私推しでつながれるんじゃない、もしかしたら。あ、気まずいの？それは良くないね。ありがとうね、暑い中並んでくれて。ちゃんと行くね、幕張に。行くから。ちょっとあと4時間だよって言われてめっちゃ今焦っとるよね。もう行った方がいいんかな。いや、行くんですけど、現地集合な、うん、違うよ、どっかに集合して連れてってもらう。そう、でもその集合場所までは一人で行かんといけん。お金なるま、ありがとう。そう、このメンバーもいないし、マネージャーさんもいないんですよ。そうなんです。起きましたよ。だってもうなんか、すごい間に合うのみたいなめっちゃ言われて。起きました。今日の髪型何にしようかな。暑いからな。何がいいかな。クマさん、わあ、リリーベでクマさんか。愛の重さとかさあやるってなった時ちょっとクマさんで出てくる。でもな、まとめ髪は。まとめ髪、ポニー、誰かいなかったらありだな。ポニーはメンバーで結構メンバーと被らないようにするんですけど、なるべく、うん、頭皮厚いのが嫌なの。うん、違う、あ、なんか髪が長いからさ、首汗かいてペチャってなるのがちょっとやだ。じゃけ、まあアップ目にしたいってのは思うんですけど。とか言いながら、おろししたらどうしよう。するかも。
最高気温36度予報。そうなの？暑いよね。だってさ、36度ってさ、まあ人ぐらいの体温じゃないですか。だからずっと人とギュッとしてるみたいな感覚ですよね、暑さ的には。ずっとハグしてる。噴水ポニー、うわ、あかりんさんよくやってるよね、噴水ポニー。外にいるのは無理。あれですよね、暑いからなんか室内に適度に入って休んでください。なんか言おうとしたのに忘れちゃった。屋根があるのか、日焼けしないじゃん。日焼けにも気をつけて。ちょっと待って、今何時？よいしょ。10時19分。あれ18分、ちょっと早いんかな。暗い場所にいます。でももう出る準備完璧だから、私もう何ですか、あのなんだっけ、ゴロゴロのやつ、あなんだっけ、スーツケース、え、なんてっけ、あれももう閉めとる。あのあれですね、今日までかな、ん28だから今日までですね。ぜひぜひ表参道駅、今日で終わっちゃいます、広告。バナ、ありがとう。ごめんなさい、ありがとう。忘れ物ないよ。多分予定では。日焼け止め塗ってない、まだ何にもしてない。起きて、配信前起きて、起きるの何分前だったかな、7分前ぐらいに起きた。でもうずっとあーってなってた。なんかめっちゃね、何回もアラームかけてたんですよ。でもその度に寝て、うん、そうなんです。何度目の朝か。スヌーズめっちゃなってた。
じゃあ半に半半ぐらいになったらやめよう。みんな半から CD は甘いなんだよってすごいコメントで。あ、ミュートしてた、ごめんなさい。また、やばい、なんかね、スムーズにミュートしちゃうんだよね、こう画面。ごめんなさいね。手が当たっちゃって。なんて言ってたかっていうと、今日この後は配信がありませんって。夜は配信がありません。また幕張で会いましょう。って言ってました。夜配信はないですよって。本当にマジで体調だけには気をつけましょうね。ほんまに私もちょっと大丈夫かな。本当に怖いですね。千葉県に、そうですよ、行きます。このあと14時からライブです。あー、なんで時間があれなのか分かったわ。なんかだいたい公演とかはリハーサルがあるんですけど、こういう外系のイベントはリハーサルがないんですよね。リハなんか舞台使ってのリハーサルがないんですよ。そうなんですよ。そうそう、今日の見どころ、なんかなんだろう、夏らしい曲もある。いや待って、わからん。あ、なんかでも個人的にはちょっと前半の曲がなんかやっぱなんでもない。なんかネタバレになりそうね。やめとこう。やっぱなんでもありません。セトリ違う、セトリ全然違う、嘘、全然は嘘かな、嘘、全然違う、え、嘘かな、どうだろう。みんなを今ここでどっちなんだいって感じにしときます。やばい、鼻水出そうだった。あどっちなんだい。新曲はやるでしょう。こうしてありがとう。何曲あるかな、ね、1、2、3、4、5、6、7曲あります。
瀬戸利はね、うん、違うけど、4曲ぐらい違うんじゃない、いつものリリーベ、この愛媛のリリーベとかと、ちょっとドキドキしてきた、やばい上手か下手どっちが多いか、あ、ちょっと待ってね、それ言ってこの配信終わりにしよう、待ってね、わあ、神手かな、あーちょっと待ってねいや神手かな、神手が若干多い気がします、下手に行かないことはないんですけど、いや、わかんない。でもどっちも行くと思うよ。え？そうそうそう。いや、神手が多いと思う。どっちかといえば。下手も行きます真ん中もいると思います結局どこでも行く、まあ6人なんでね、そうです、やばい、じゃあもう、あ、みんな販売開始だって、ちょっと壇上呼ぶわシロさん、福太郎さん、くまねパパさん、山ちゃんさん、カロさん、ドラガンさん、よっちゃんごいちさん、ドラガンさん2回目読んじゃったよっちゃんごいちさん、あれ待って、どこだ、あ、わららさん、あっさんさん、たにたにさん、考えなしさん、うくちゃんまるさん、1位はドルドルン、ティンさんでした、ありがとうございました、ということで、はい、皆さん、あの配信を見てくれてありがとう、また今日も一日楽しみましょう、また今日はちょっともうこの配信だけなんですけど、またメールで、そして幕張で会いましょう暑さには気をつけてね。じゃあみんなの元へ向かいます。行ってきまーす。はーい。3、2